今回は巨人の初恋泥棒キャラを挙げてくみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。スレガが一番多い。ぶっちゃけ世代による。忍たまはアラサー以上ならみんな通ってそうだけど、間違えた、アラサー以下。自分アラサー以下だけど、子供の時に忍たま見た記憶ほとんどないぞ。忍たまは ED テーマが嫌いで見てなかったんだよな。どの ED？ ゼロ点チャンピオン。運動ができなくて逆上がりができなくちゃ結構カッコ悪いにかなり傷ついてた。申し訳ないんだけど可愛くてくさ。なんなら大人になった今聞いてもちょっとぶってなるわ。当時は今より学力至上主義だったから、そのアンチソングだったかも。実際この歌ができた理由はそうだっていうし、もっと早く生まれてたらとすら思うわ。運動が苦手ってだけでなんであんな目に遭わなきゃいけなかったんだ。運がなかったね。就活も不景気と被るし、生まれる時代完全に間違えたよ。自分は力一さんの方が好きだった。忍たまってそんな女児人気あるか。作品自体は男女問わずに就学時が親の都合でEテレ見せられがちな時間に放送してる。その中で女児のハートに刺さりやすいキャラが初恋キャラになるんだろ。みなの初恋はさすがに主語がでかすぎる。何十年も安定的にやってるアニメは意外と少なそう。あんま覚えてないけど、アンパンマンだったよ、まるまると結婚するってやつは。王戦隊ブラック。力一さん、きり丸、伊作先輩も該当するかも。食パンマンが強くない。ブラックラック先生もたくさんいるイメージ。ゾロリ先生はさすがに人間じゃないから対象外か。女児向けアニメのイケメン枠はかっこいいとはなっても、恋となると意外と少ないイメージだな。アイドル的存在というか、対象年齢的にEテレの夕方アニメ矢印日朝系の純が多数派だと思う。主人公の彼氏ポジションは素敵な〇〇ちゃんのかっこいい彼氏枠で、初恋枠とは別枠になりがちなイメージ。お母さんと一緒のお兄さんだろ、初恋泥棒は。自分はそのパターンだったな。これな気がする。子供って基本的にイケメンに弱い。人によるんだろうけど、小さい頃は大人ってだけで自分とは関係ない世界の人って認識だったから、そこは考えたことなかったな。みんながみんなってわけじゃないけど、やっぱりロイ先生は多い気がする。小学校に上がらないうちから見る忍たまでほぼ毎回出てくる爽やかな感じのキャラは、年上のお兄さんに憧れがちな女児によく刺さる。自分だけかと思ってたら案外多くてびっくりするんだよな。世代的にはタキシード仮面とかもそうなんだけど、なんかどい先生だった。忍たまは初期30分アニメでチャンネル回してのエンカウント率が高めなのか、出てくるキャラが少なくてどい先生、レア度が高かった力一さん、年が近い枠のきり丸に集中した感じあるけど、今は10分放送で先輩キャラも多いしばらけてそう。何にせよEテレが強すぎるとは思う。忍たまは純粋な人気投票も票が分散してきそうだな。人によってはテレビ戦士もいるかも。児童書とかどうよ。確かに初恋は忍たまだったけど、土井先生じゃなくて伊作先輩だったな。年が近くて先生より身近なお兄さんって感じがして、なんか好きだった。身内が幼少期に伊作にガチ恋した結果、小学校私も保健員になる、中学校まだまだ保健員やってる、高校生看護系大学行くことにした、現在看護師めっちゃハードワーク、初志貫徹というか初恋を貫きおった。あの子の死亡理由を知ってるのが自分だけなんだが、沼に突き落としたのも自分なんで今更だがごめんの心境。仮面ライダーの役者さん、母親が南光太郎倉田哲夫で、私が泊まり新之助竹内龍馬だった。ナルトのイルカ先生だったが、同志はなかなかいなかったな。周りはカカシ先生の方が多かった。忍たまならキリマルの方が好きだった。土井先生は大人だし興味なかった。見てたけどすでに別に初恋いたし、大人キャラは好きになることもなかったから、なんとも。そもそも人外キャラ好きだったから、人間キャラにそこまでハマることがなかった。キャラの性格も頼れる兄貴系が好きだったし、優しいお兄さんキャラは好きになることもなかった。三次元入れていいなら自分は暴れん坊将軍の上様だったよ。時代劇は祖父母が見てたから一緒に見てたんだけど、憧れのヒーローだった。時代劇ってかっこいいキャラが多いよね。
初恋は健脚商売の秋山翔郎へ藤田誠版だな。忍玉だと戸辺新左へ角先生が好きでおむすびマンのファンだった。好きなキャラは被っても初恋キャラは個人差ありそう。なんかの古いドラマを紹介する番組で出た役者をかっこいいって言ったら幼稚園児の頃にも時代劇専門チャンネルに出てた同じ人物をかっこいいと褒めて騒いでたらしい。全く覚えてなかったから初恋ではないだろうけど趣味が成長していないというかぶれないというか。世代は限られるがプリキュアの妖精が人間に変身した時が初恋の人っておらんのかな。自分は遅めのコッペ様初恋やったんだけど。あの私んちの母みたいなキャラ変身するのか、もっと前ならセーラームーンのペガサス、エリオス、とか多そう。ここはめっちゃ人気あったらしいね。Y はロールパンナちゃんとハウルが初恋だった。世代がバレるけど CC 桜のトウヤかユキコが人気だった。自分の世代はトウヤお兄ちゃんか小狼くんの二択だったわ。お兄ちゃん派の方が多かったかな。プローカード編以降見てなかったんだけど後から作者の性癖のせいでお兄ちゃんがホモにされたことを知った時はすごい複雑な気持ち。オブラートになったな。ユキトさんが初恋だったな。桜目線のユキウサギさんがめちゃくちゃかっこよかった記憶。食パンマンも強いと思う。ドキンちゃんがキャーキャー言うからかっこいい人なんだって覚えさせられる。アンパンマンって見たことないまま今まで来てしまったけどアニメをやってたの？今でもやってる？映画オンリー？絶賛アニメ放送中だし映画もやってる。なんか今年はバイキンマンとアンパンマンが手を組むみたいな話だったような。何それ映画面白そうやん。存在はさすがに知ってたけど全然縁がなかったんよね。弟たちも興味持たなくてグッズも家になかった。ウルフルンめっちゃ好きなんだけど自分以外一人も見たことない。ドルギケも界隈で盛り上がったし好きなキャラなんだがスマプリが初恋になるほど若くないんだ。モンスターファームのライガーだった。初恋ではなかったけど好きってなってたのはトレイサミの雪見宗志くんだった記憶。ロイ先生やリキチくんは普通にかっこいいなと思いながら見てた。コロッケのリゾットが初恋だった。彼のせいで不憫な王族キャラが性癖になった。女の子に膝入れられてた人だ。チラッと見かけて何のキャラなんだろうと当時思ってたけどまさか今になって知るとは。コロッケはウスターが好きだったわ。自分ディズニーキャラの人いそう。ミッキーマウスやグーフィーマックスあたりかな。ミッキー&フレンズってその枠なのか。あの辺はなんというかマスコット的な色が強くて初恋泥棒になるとしたらそれこそプリンセスもののヒーロー王子様枠とかな気がするけど。エリック王子くらいしかいなくないか。アラジンとかフリン、ライダーとかはそこそこ人気ありそうなイメージだが、いやまあ実際どうかは知らんけど。ディズニー勢だけどキャラの濃さが女男な分プリンスキャラがかっこいいとかにはなりにくい。アラジンとかヤギューあたりになっていいなぁと思うくらいかな。文化の都合上カップル率高いから初恋するとかまでにいかん。やっぱそんな感じだよな。自分も子供の頃からディズニー映画は親しんでたし好きだけどディズニーキャラは文化違いすぎるのもあってか男女問わず初恋的な感じで好きとはなりにくい気がするわ。その上でミッキー&フレンズはちょい高いくね。ディズニーで初恋枠になるとしたらこのあたりじゃねえっていうレスのつもりだった。当時を思い出すと敵味方とかは関係なくて頼りがいのあるキャラが好きだった気がするな。今の20、40代あたりのオタク女性の土井先生好き率は異常。アラサーダがユキトさん。誰か12国旗の行僧が初恋の人なの。自分以外にもいないか。私の初恋の人の初恋の人が画像の人だった。ユリかな。うん、結局告白できずに別れちゃったけど。フルハウスのジェシーをいたんとか。アニポケのたけし、今でもこのタイプの糸目好きなんだよな。 FGO のフェルグスとかオレンジ諸島ではいなかったけどそれはそれとして代わりに入ったケンジもめちゃくちゃ好きなので川田さんかなと思ってたらサトシが主人公のシリーズが終わった。翼クロニクルのシャオラン、まさしくスレガだった。世代バレるかも。妖怪ウォッチもオロチ。妖怪ウォッチは流行ってたけどゲームとかおもちゃは持ってなくてもオロチだけは大好きだった。あの世代は妖怪ウォッチに初恋奪われた人多いだろうし仕方ねえよ。
自分も土蜘蛛と大蛤どっち派かで争う女子を旗から眺めつつダイヤモリに惹かれてた。あんなゴリゴリの影キャのくせに固有スキルで味方かばうキャットはさすがに激悪だった。世代バレるけど劣後の J だった。明確にあれは恋の好きだったと言える二次元キャラは怪盗キッドが初めてかな。あのキザな立ち振る舞いが格好よくて年に1回か2回あるキッド回を楽しみにアニメ見てた。怪盗キッドしかりタキシード仮面しかり、清掃がきちっと決まってると格好良さも倍増するよね。私はメフスト2世でした。メタナイト配送。ワンピースの3時、昔からスーツに弱い、かっこよくて優しいお兄さん枠だった3時の年齢もとうに追い越してしまった。恋を言語化して理解はまだできてないけど、多分初恋はサトシ、XY サトシからいつの間にか目が離せなくなって初代無印と噛み出した。サトシが誰かに取られるのが嫌でセレナに苦手意識があった思い出。トーマスもエドラード、ギコリマクルタの奴らと比べて穏やかで落ち着いてる年長ポギなのが子供心にかっこよく見えたんだ。子供人気か、ゾロリ先生かな。いい声で毛も属性で図書室で人気だし、アニメもある。個人的にはタマホメロシかな。外見はもちろんだけど何よりあの声がね。今の女性向けなろうで仮想中華ファンタジーが多いのって、当時不思議遊戯で初恋を覚えた大勢の女児が大人になったからだと個人的に思ってる。メタナイトとか、特にアニカビのメタナイト卿、学生だけど土井先生。自分が小さい頃は男キャラは全く眼中になくて女の子キャラに夢中だったな。フラッシュマンのサーカウラー、子供にあんなセクシー役の幹部見せちゃならねえよ。ヒゲの美形から抜け出せねえ。食パンマンが好きでドキンちゃんが恋のライバルでした。今も色白で鼻筋通った顔で物腰柔らかな人が好きなので、幼少時のすり込みって怖いなって。キュアパッションでした。小学生の時は異性より同性の可愛いキャラの方が好きだった。かっこいいと思うことはあったけどね。中学で逆転しだすんだけどね。ムーメイ先生だったアニメ4クール1年間しかやってないので世代が限られるが、自分が子供の頃はゴールデンタイムにアニメやって、宝刀身低い忍玉は見てなかったな。子供のくせに刀身低い、子供向けみたいな意識があった。世代がバレそうでバレなさそうだが、水戸黄門のヒザル、幼女心理忍者が刺さった瞬間だった。ルパンの石川五右衛門、シーズンに放送されてた時の世代じゃないけど、再放送で見て好きになった。ここぞって時に登場してバシッと決めてくのがかっこよかったんだよな。伸びた夢女子もいる。アンアンの表紙に書かれるくらいなんだから、かつての女児の初恋泥棒だったのは間違いないんじゃないかと。自分はタキシード仮面より月影の騎士派だったんだけど、今ゆっくり考えてもなんで？ってなる。多分言動より見た目が好きだったんだと思うわ。一応月影の騎士派っておく。アニメ、漫画に限定すると、母親はガラスの仮面、野紫のバラの人、年の離れたいとこはセーラームーンのタキシード仮面、自分はテレビで再放送してた千と千尋の神隠しの白って話したことはある。